乃木坂46の冠バラエティ番組、乃木坂工事中、テレビ東京系、毎週日曜夜24時、は、27日深夜に放送。今回の放送が最後の出演となった4期生、早川聖ラが、MC のバナナマン、らおさむ、日村祐希、と語り合う場面があった。早川聖ラ最後の、乃木坂工事中、 出演早川は7月13日に行われた、乃木坂46真夏の全国ツアー2023大阪公演2日目にて、卒業セレモニーを実施。23歳の誕生日を迎えた8月24日をもって、グループから卒業した。この日の放送では、最後の出演となった早川が視聴者へ向けてメッセージ。 ファンの皆様、本当に今まで応援してくださって、そして、乃木坂工事中、も見てくださって本当にありがとうございました。ご感謝を伝えると、今後について、画面の向こうから乃木坂46のメンバーを見ることに、そしてバナナマンさんを見ることになると思うんですけど、皆さん以上にこれから乃木坂のことをいっぱい応援したいと思うので、皆さんも私に負けないくらい乃木坂をこれからも応援してくださると嬉しいです。 本当にありがとうございました。とファンとしてグループと番組を見守ることを誓った。したらおさむ、早川聖羅は四期生とバナナマンをつないでくれた。また、バナナマンのしたは早川との思い出を振り返り、番組のロケで登山をした際に、富士山の空気を持ってきたりとか、わら、その期、四期、でまだみんなが慣れていないけど、我々バナナマンと話を一番初めにしてくれて、 と解雇、4四季とバナナマンを繋いでくれた感じがしていたので、助かりました、と感謝の思いを口にすると、早川はありがとうございます、と笑顔を見せていた。